ゾルン方辺は、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのバイセンブルク軍チェンハウゼン軍に、属す、マチソン。秘祖町をはじめとする、ジュラギの動物化石群の産地として、そしてこれらを含む、石灰岩が、良質の石板となったことで名高い。小惑星三方辺は、ゾルン方辺にちなんで命名された。アルトミュール川沿岸に立地する。町は、 ホクホルツとエスリンゲンの二つの地区で構成される。パッペンハイム、ランゲナルトハイム、メルンソハイム、シェルンフェルトに隣接する。8世紀には風前の名前で知られていた。750年から751年にかけて、ゾ空がこの地に教会を建設した。後に、ゾ空の墓所として、ゾライコールバシリカが建設された。ゾラの没後、彼をたたえは、 ゾルン方面に改名された。1420年、バイエルン戦争により町は焼き打ちされた。30年戦争でも同じく被害を受けた。1649年から18世紀にかけてガラス産業で発展した。1785年に新たな教会が建設され、1870年には鉄道の駅が開設された。1970年、ブルガーマイスター。 ミュラー博物館がオープンした。ゾライコールバシリカはドイツを代表するカロリング町時代の建築物で、聖空の墓所である。ブルガーマイスター、ミュラー博物館には、ヒソチをはじめ石切り場で発見された数多くの化石標本が収蔵、展示されている。ありがとうございます。